柿門院は、南北朝時代の女院、家人、南朝、小村上天皇の女語にして、長慶天皇の聖母と推定されるが、加えて、五か山天皇の聖母でもあるか、昭平23年の小村上天皇崩御の後、オンライン号宣言を受け、まもなく落職した。近世の南朝系図によって、関白この営業中の女で、名は、勝つことされることが多いが、 それを裏付ける資料はない。ただ、関白二条氏元の有志となったことは、ほぼ確実である。ことの名手と伝えられる。三位局とも、かきもみん衆祖でしょ。かきもみの作は、かきもみ集、新馬は歌集に見ることができる。歌風は、オーソドックスな二条派で、南朝の水運を反映し、哀愁を帯びたものが多い。かきもみんは、様々な人物と贈答歌を交わしており、 書き門院集からは、本人十七首及び、長慶天皇四種と、新鮮秋ら門院一種の計二十二種が、新馬若集に再録されている。書き門院集は、書き門院の四歌集であり、天寿三年、英和三年七月十三日に、宗長親王が、新馬若集を選集する際の資料として、書き門院の英歌を求めたところ、如演がこれに応えて編纂したものである。 あの実るためによって聖書され、胸長新納へ提出された。新納は、下記も認集を再三閲覧した上で、これに加点を施し、読語の感想を消息文に認めているが、それによれば、天寿三年の七夕に亡き五村上天皇を忍んで、読んだ長慶天皇との贈答歌が特に秀逸であると、称賛している。歌集の内容は、大きく分けて三部で構成されている。 最初の部分は、袖書と呼ばれ、上記に述べた、唐家集の成立事情と、女院と、見た目の贈答家、各二種、そして、うちの味方の魚性二種が記載されている。その次は、歌集の本文であり、初集歌は、全102種を数えるが、うち14組の贈答家が含まれるため、女院本人の歌は88種、他人の歌が14種収録されていることになる。 以上が、胸長神脳に提出された部分と推定され、本文の後には神脳による、小息文一辺と、a 三十種話かと呼ばれる三十種が添えられている。この三十種はかつて、女院が手本とするために収集した他人の作品と見られていたが、画風や技法の検討からは、本人の作とする説が有力である。写本は、冷静ため院の著者にかかると推定される。 御事と教格文庫本が唯一の古写本として貴重である。また、ルフ本には袖書を省略しているものが多い。本国されたテキストは、軍書類獣271、婦人文庫科集、公中国家体系14、死科集大成7、新編国家大観7などに収録されている。下記門院の父をめぐっては、近世以来議論があるが、これらを整理すれば、英、え、語、ー、の絵つねただ。 B2 条下と C1 条京通り D アの実るための4説に分かれる。このうち ABC 説が生じた背景には、新馬は歌集作者の福音寺前関白内大臣との深い関わりがある。なぜなら、同州に収められた福音寺関白の英画からこの人物が歌詞門院の謹慎と推定されるため、福音寺関白とは誰かをめぐる議論はそのままか。 鬼門院の出自の問題に直結すると考えられたからである。つまり、福音寺関白の候補は、関白になれる五石家のうち、南朝に仕えたこの駅、二条家、一条家の三家の人物に絞られるので、下記門院の父についても、同様に ABC の三節が唱えられるようになった。各節の否定と女院との続き柄についてまとめたものが、下記の表である。 第五寺本帝京図明治時代までの通説は、この焼けの A 説であり、大雲期、南方期伝以来の史書や、南朝正討論を支持する国学者の間で広く、行われていた。しかし、大正時代に、八代国春は、A 説が、根本資料を書く点を指摘し、新たに二条家の B 説を主張する。具体的には、第五寺本、三角図が、長慶天皇の母を、ないし、 二条関白有志、五三位局と指していること、満載時号日記影響を3年10月28日上から、五村上天皇の女子であった、女院が二条氏元の女と考えられることを根拠に、上げ下記門院を、仕事の有士と推定した。一方、八代の学友であった、芝勝森は一条院への親切を掲げて反論。これは、 江戸時代の坂木原忠治の説を継承したものだが、明らかな年代の錯誤があるために支持が広がることはなかった。結局、資料に裏付けられた八代の実証的な研究成果が高く評価され、今日まで B 説が通説として受け入れられている。もっとも実 i が誰かをめぐる当初の問題は依然解決していない。八代は人老百代組を置きの中を根拠に、 下元の室である清水谷家の出身と考えたが、同期は、錯誤があるため、中央そのまま信用するのは危険である。しかるに、戦後、村田正氏は、寝室の吹き上げ本、帝王系図干末不死に、五亀山天皇の母が、あの実るため今女と見えることを挙げ、この女が、下元の勇士になった、下記門院と同一人である可能性を指摘し、新たに、D 説を展開した。 書き文院と見た目が親しい間柄であったことは柿き文院集の成立事情から伺えるので D 説は今なお大きな説得力を持って迎えられているものの一方見た目とご亀山とお祖父孫の関係とみなすことは世代的に無理があるとして経図の信憑性を疑問視する向きも少なくなく D 説が確立した通説とは一概に言い切れないのが現状である 小村上天皇の御子女のうち、南朝系図で、柿門院の書生とされるのは、長京、五亀山のほか、安成親皇、良古内親皇である。柿門院を天皇の聖母とする説は、柿門院集新馬和歌宗に収録された和歌、言葉書きの解釈によるところが大きい。すなわち、柿門院と当時の近城天皇とが、むつまじくしばしば贈答歌を交わしていることから、 両者は母子関係であろうと推定されたのである。近世から明治に至って、両家衆の近城天皇は五亀山であるとの見解が支配的だったため、この時期に書かれた経図や師匠はすべて、家鬼文院を五亀山の聖母としていた。一方、長兄、五亀山両天皇が同福であったか否かについては、これを裏付ける確証がないことから否定的な見方が多かった中で、 花穂基一のように早くから、道母兄弟説を主張する者もいた。明治時代に入って、長兄の在位に関する、実証的研究が進むと、両家衆の近城天皇は、五亀山ではなく、長兄であるとの説が有力となり、それを受けて、下記門院を長兄の聖母とする新説を載せた経図や司書が流布した。この際、旧来説との混同を避けられず、確証もないままなしくずし的に、 両天ノートも、下記門院書生の同母兄弟とすることが通説化した、らしい。下記門院集には、東宮時代の五亀山との贈答下も見えるが、これのみで、母子関係を断じることは困難である。なお、戦術の、満載事号日記の記事からは、五亀山の東宮である、森清英宮も、下記門院の書生であったと推定されている。下記門院ご描書、ありがとうございます。